健康諸君よが叩き切ってやる。待ってろよ信長め。というところでですね、続きをやってまいりましょう。さあ前回ですね、信長の本拠地三立だとね、私たち岐阜、そしてその次は金山で岩村まで来たんですけど、ちょっとここで私たちもちょっとアイドリングストップ、ちょっと兵糧ね足りてないかなーっていうところなんですよね。ちょっと難しいかな、微妙なんですよね。ここは無理しないで一回戻ろうかなっていう感じですね。一回戻ってすぐやり直せば別にいいだけの話なんで、無理をしてねゼロにしてしまうと反撃ののろしを上げられてしまうなんてこともなんてあるわけでございますね。そしてですね、我々はですね、そうだ毛利、そして長宗我部いるじゃないかと、こいつら使ってね攻められるとこ攻めようという感じですね。個人的にはねもうなんとかねこの裏紙を潰したい、なんとかして長宗我部頑張るというところで応援しております。さあ今回信長めの領土ゼロにすることができるのか、いやちょっとそれは早いか。そしてどんなドラマが生まれてくるというのだ。考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。はい、では進めます。斎藤辰興ゴミ商人、わしを使いこなせねえよ、難しいわ。中野坊秀助、はい、なかなかですね。内政系脳裏新名を落としてペテペテペテペケケケケケ、なんだこれは。これ何、光秀があ岩村守ろうとしてるね。うん、もう全員帰ろう、帰るよ、もう全員帰るよ。これ帰ったらこれ調子こいてやってくるかな。いや大丈夫ですね、戻ってる。さあ台風のお時間がやってまいりました。要は台風はまた全部クリティカルじゃねえかよ。世の人気は台風にまで及んでおる、困ったことよの。さあ一方援軍依頼いたしました金ヶ崎ですね。ここ毛利に援軍を依頼しました。我々もちょっとその援軍に行ってあげましょう。そして裏紙ですね、長宗我部に裏紙討伐を依頼しております。長宗我部6000しか出さねえでやんの、1万1000のこの浮田直家に勝てるのか勝てないのか、しょうがないんでここも我々援軍を出してあげることにしました。さあ行くがよい。これまでか。ああこう、やられんの早いな。それ1万出してきて、あでも4000まで減ってるやん、めちゃめちゃ減ってるやんこれ。いや違うな、騎乗だなこれ。おいこれ出てくるぞ、騙されたぞこれ。ダメだ。浮田は強いな、やるな知れ者よ浮田め。この長宗我部を余裕で倒せると見るや、引き寄った。危なく浮田の罠にかかるところだったわい。ダメだね長宗我部くん、全然だよ。さあどうでしょうか。要は金ヶ崎向かっていく。港完成、よし分かった、よし金山、よしいいぞ。夜がついたらすぐ。あいいぞ、稲葉一徹退けたり。今が動くべき時ぞ。89、これでいけるかな。ちょっとこれでやっていきましょう。中ですけどどうかな、一条谷まで届かないような気がしますけど、まあでもだいぶ違うでしょ。攻撃ラッコ、どっちが攻撃されてるのかよくわかんないぞこれも。やってんのかやられてんのか。撤退木下秀長、撤退望月千代め。で制圧していく。よし、ガンガン倒しちゃいましょう。ハイメッツ、ああびっくりした、イテナが打ち取ったかと思った、違いましたね。さあ騎馬突撃、いろいろですね、ぐるん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 いってます。この右だけですね、この右だけなんとかしてやれば、まあ、攻撃かけましたね。これで OK です。あとは楠木正虎がですね、必殺の混乱を出して聞いてくれればいいですけどね、空振りあるから。でここは救援来るかな、どうかな。救援来たところでもう軒口は取れるでしょう。撤退、国修理の軒口を任せるとは。さあ軒口破壊ですね。あとちょっと残ってるな、あとちょっと残ってるけど、ちょっと待って待って待って、ここでしょ。あとここしかないけど、これ空白なんだよな。空白1個じゃちょっと厳しいか。あでここ取ってないか多分。前田刑事壊滅指定の、ああひろこか、ひろこを捕らえたか、光秀の嫁で2部隊壊滅で打ち切り、打ち切りじゃない押し切り萌え押し切り萌えを打ち切っちゃうとこだった。危ない危ない、打ち切り萌えになっちゃった。危なかったな、いけませんね、なんかね。さあやってやりました。おお打ち取り2つ、おばくに旗の春道、すごいね、旗の兄弟のお父さんじゃんじゃんバリバリですね。ひろこは知略が80、専門 80あるよひろこ、すごいねひろこは。ほよ来るわけねえやろな、これ捕虜ってのがないからね。これどうする、要は女は切らん、女は切れないだから、畑もおまける不細工め不細工めじゃないよ、女は解放だ。うん、なんてありがたきことだ、キャバクラかあいつ、はい、よく知っとるの。え女にありがとうって言われて悪い気せんだろ。あこれなんだこれ、取ったか、城取ったか、ありえるぞありえるぞ。おっし徳川の野郎がやっとこっちになびいたか。よしよしよし、徳川と同盟結ぶ方向でいこう。うん、家康さらに上げてやろう、協調まで上がっておった、これで友好まで上げてやろう、遠江守護を任せてやろう。よしこれで友好か、あっという間に同盟までは行くであろう、もう世の手下じゃ。平野長安来ちゃいましたね。商人これより中勤に励みます、中勤に励みます。あ出た、難読ネーム免寿、免寿司け受けじゃん、け受け源、け受け源ってね妖怪いたよね。みんなもちろんあれだよね、水木しげるとか大好きだよね。いや俺別に好きじゃないけどね言い出しっぺやけどあんま好きでもないけどね、普通だけどね。よし金ヶ崎は修理したぞ。お徳川60行きましたね。よし徳川と結んでおこう。さあこれでだ、織田君徳川からの援軍がなくなった模様、どうするお主、うんなくなった模様どうする、うんさあ浦上直海進んでおります。どうかな、もう一回呼べるかな、援軍もう一回来い。よしよし何人来るんだこれ、なんかさっきからちょろちょろしかよこさないんですよね、ちょろちょろしか。ふざけてるんだよな。何人出した ?1000、2700、4000しか出してないじゃないか。このおこうの1万出せっちゅうんだよ、お前も来いよお前も。全然来ないなこれ。さあ落とせるのか、あ岩村柴田引き抜き、よしなかなかやりよるな。これでは天神山が落とせん、しかもこの砦がなかなかね赤松な。あ、生命持ってる。いいじゃない。いいよ。引くことになるとはのう。引くか。これ挟み撃ちルートなんだけど取れない。裏紙が強い。そしてもう一度一条谷の方ちょっと行ってみたいと思います。こちらですね、攻略目標をつけてファイヤーしてる状態でございます。行ってみましょう。さあ出陣だ一条谷。今度はこっちにぶつけてやる。世の本気その胸に受け止めい。ズキュン世のズキュン。行くぞ。さあ行ってまいりましょう。どう出るか。集まりますね。いいですね、いいですね。いいよ。集まってる集まってる。合戦か出たけどこれじゃまだだろうな。てか一条谷に先に落ちちゃうかも。これ合戦始める前に9対5。これ12ぐらいまで集まるかな。これで4部隊56789やって中だねこれ多分。さあ一旦引いて、あ天神山落ちた。裏紙おい裏紙のよ、裏紙のどう思う。世に逆らった裏紙のどう思う。世に逆らってさらに飯抱えてやろうというのに来ない。初段じゃ浦上なで切りじゃ。世のなで切りに震えい。さあこれでどうだ。10の9。これがええとこやろ、ええとこやろ。これが10の9やろもう。さあ行ってまいりましょう。左から崩しましょう。80とか400とかいる。稲葉、アイアン稲葉をちょっと置いといて、この3部隊をちょっとやりたいですね。そこから先端を開く。よし、世が真ん中を制圧していく。これで世は中央突破だな。中央突破行って刑事がどうするから。刑事が左に来るか右に来るか、それとも正面で受け止めるか。まあどれでもよかろう。我々の価値は揺るぎないぞ。800が出てきた。おアイアン稲葉撤退からの制圧ラッシュ。さあどうする。あとはラッコでここを落とせば終わりかな。あここでもいいな。ここいけるな。さあいけ。あ出たか。触るか。触る触る。つかの先につかのつかの先に。あああっ撤退。刑事撤退。あとはもう一箇所。ここだけ磯野がここ、カツオ君がここを落とせば。カツオよーし制圧からの押し切り萌え43歳。あールーズソックス世代。さあ中ですね。取れるかな。まあ目の前のね一条谷は取れるでしょう。いったいったぞ。これオールまでいった。おついに汁まで、汁までやっと届いた。幕府だっていうのにやっと汁まで届いたぞこの野郎。汁大体上洛せえ上洛。さあこのままですね登ってって大聖寺。いやーもうチュンは無理か。チュンは無理やなもうな。ちょっと守りを置いてまた一回戻ろうかな。もうあんまり地味な削り方したくないっていうね。で今回はこのね徳川がこちらに寝返ったと言ってもいい。そして裏紙ですね。パワーゲーム2に出ました。岡山を目指して進んでおります。パワーパワーのパワーゲームですね。どんどん進んでいきましょう。回復させる時間を持たせません。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンはグッと押しちゃってください。 Twitter フォローは概要欄です。それじゃみんな、まさひろ。